まあ、どうも。暗いね。テレビつけたら明るくなるかな、ちょっとだけ。関係ないか。あ、服男やっとる、見たかったのに録画してない。明るくなかったしか。よし。こんばんは。あ、トロエスティさん、くまじありがとう。くま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 。伊沢さん、こんばんは。あ、鼻がいいんですよ。どうもー。キラ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 。はい、今日は最後の課外活動公演でした。ありがとうございました。4回くらい泣いた。めっちゃ泣くじゃん。うん。ちょっとお疲れ様。ありがとう。みつあみつにて懐かしい。それな、そうなのよ。めっちゃこれ初期の頃ずっとやってたんですよね、この髪型。やってもらってた。そう、公演でした。今日はラストチャートに。ナノさん、くまちゃんありがとう。くま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 。松井玲二さん、くまちゃんありがとう。くま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 。ありがとう。行きたかった、残念や。そうじゃ、生もありがとう。30日の公演一時外れたから仕事受けたらまさかの二重受付けだいで、本当に悲しい。それはなんか、そう、なんかさ、二重受付始まったんですよ。でもなんか一時受付がなんか結構落選した人もいて悲しいね。それでね、もう予定入れちゃった人とか絶対いますよね。うん、そう、なんか、うん、悲しい、悲しみ、悲しみ。ぜひぜひ、もし予定空いてる方いたら申し込んできてください。そう、なんか支払いしなかった人とかがいたのかなと思うんですけど、支払いしなかったかとか、なんかいろいろあったのかなと思うんですけど。私もちょっと、ぜひ来てください。うん、行くからね。お、待ってます。うん、卒業ドッキリいつまでやる。違うよ、ドッキリじゃないですよ。ふっかんさん、かまちゃんありがとう。くま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 。シャンくんさん、かまちゃんありがとう。くま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 。そう、今日泣いた。悲しい。楽しかったです。でも本当にありがとうございました。30日がそうですね、全部ラスト。あと5日なんですけど、いやでもなんか私携帯壊れて、そう、今ひらがなでしか打てないんですよ、携帯文字が。めっちゃ悲しい。あ、トレイシティさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。すげえ声泣いちゃう。え、泣いちゃう。でも今日なんかもう泣き切った感はある。メールめっちゃもらう。いや、ほんまになんかひらがなしか打てなくて悲しい。そうなんですよ。だからさ、ひらがなでメール全部送ってるんですよ。今も多分今メール届いたかもしれん。ひらがなです、全部。キーボード打てんので、明日ちょっと携帯買いに行こうかなと思ったけど、もう携帯まだ1年しか経ってないんですよ、変えてから。そう、私のさ、もう今日楽しかったっていうのと、今日感動したっていう私の感動をメールで伝えたかったのに、そう、なんかただのアホな子にしか見えん。そう、悲しい、ほんと。あ、待って、ニューヨトさん、猫タワーありがとう。あ、朝ごはんちゃん、おくまちゃんありがとう。くま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 。あ、喉が死んでるの、ほんとに。はあ、ありがとう。そう、だからさ、入力ソフト、え、なんかよく分かるのよね。1年経ってなかったら保険、え、どういうこと、保険聞いて、え、携帯変えれる。私あれにしたいんだけど、 iPhone11 とかにしたいんですけども、ちょっと、いやでもなーって感じ。病院ね、行ったんですよ。でもなんかその時胃が痛くて、なんか胃炎になったんですよ、この前。
胃炎になって、だからなんかその時に喉も痛めたんですよ。でもなんか喉よりも優先順位が胃炎だったんですよ。だからなんか胃の方を先病院行っちゃったんですよ。そう、そう胃炎になったんですよ。すぐ私なんか胃腸が弱くてすぐね胃とかやられるんですよね。ついでに見てもらえばよかった本当に。やらかしやらかしやらかしたな。あ、ちょっと待って、ペンペンペン、そう変換設定のもの。そうなんかそうめちゃね触ったんですよ、あの変換の設定もうやってみたんですけど全然復活しないんですよね。でなんかしめじ入れてたんですよ、しめじのキーボードにし にしてたんですけど、それも全部消したんですよ。しめじもあの設定とかも全部しめじのやつ消して普通のキーボードに戻したのに変換でき、電源も落としたのに。悲しい。ゆんやとしさん、くまたわありがとうのぶ。くま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 。ありがとう。再起動したけどダメだった。再起動もダメだし、もうダメ私の携帯は。トロちゃんいつもなんとかになってる。それな。そのこの前は気管支炎と、なんだっけ。副鼻腔炎だ、副鼻腔炎になって気管支炎になって今度は胃炎になって、私の体はなんかおかしいんですよ多分。何ですかね、なんかいつからこんな体の弱い子になったんですかね。 もっと丈夫だったんですけど、なんか最近最近なんか体弱いんですよ、うん、全然弱くなかったよ。マジで強い子だったんですよ。風邪もひかないし、本当に風邪ひかなかったんですよ私人生で。今までの人生でもそんなに風邪ひいたことない、熱も出ないし。だけど最近ちょっとあのピークでやってきてただけなんですよ。そうなの、最近ちょっとあの一気に押し寄せてきたかだけ。だから本当普段はそんなにことないんですよ。あ、釣りよし244さん、くまちゃんありがとう。くま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 、ギフトありがとう。あるパルリンさんギフトありがとうございます。ゆりちゃん、がんばさん、くまちゃんありがとう。くま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 、くねしさん、くまちゃんありがとう。くま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 、ありがとう。うんうん、出場公演お見送り、あどうなんだろうね。なんあるなんか歩みの時あったって聞いたんですけどねちゃんと休んでるんですよしっかりありがとうよね、可愛かった。そう、あかりんが書いてくれたんですよ。なんか今日公演で前しか向かねえの時になんかプラカードをコッコが持ってきて、プラカードありがとうロブっていうのすごい可愛いやつを持ってきてくれて、またインスタ載せますねそれを。そうで、なんかそれをあかりんが書いてくれたらしい。フォロワー1万5000個、お、ありがとうございます。あ、DMM 配信もあのあるのでぜひぜひお願いします。見送りもあるっぽいですね。次の公演ぜひ来てください。いやマジ今日ずっと泣きそうだったもん。もうアボカドの時もやばかったし、なんかもう公演前からやばかったんですよ。インスタハッシュタグつける、ハッシュタグはつけれるんだけど、多分インスタもひらがなしか打てないから、なんかアホな子だと思われる。私の今携帯がひらがなでしか打てないっていうことを知らない人が悲しい。喉大丈夫ありがとう。おっくんさん、かまちゃんありがとう。くま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 、ありがとうありがとう。新幹線に行こう、待ってます。そう、恥ずかしい。あ、iPad でしようか。あ、さいちゃんさん、猫をくまたわありがとう。くま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 、 iPad でやろうかな。うん、さいちゃん、そう
今日はフーとねソラハが公園見に来てくれてたんですよねおもろい、ありがとう。いやなんか最初あの上の方で見てたんですけど、なんか上の方にもサイリウム持ってる人いて、え上にもファンの人おるんやと思ったらソラハだった推しさえ持っとる人って。でもなんか結局推しさえ持っとったやろって言ったら、あれ携帯なんですって言って、なんか携帯でピンクと水色の画像を作ってて、なんかそれで推しさえに見えたんですよ。すごいめっちゃしっかり見えとった。でそしたらソラハの隣にフーもおって、ありがとうって。ユニバちゃん来て、嘘マイフレンド、嘘本当。サイちゃんさん、クマタワありがとう、クマ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 ありがとう。久しぶりに来たの、あや久しぶりすぎる。ワインの友達です、中高生の時のマイベストフレンドありがとう。スマホの電源切ったんですよ。そうでも治らん。ストイチの声の MV 見て感動した、あらありがとうその喉がね、ありがとう、すまんね。そう、チホンヌもチホンヌがなんか珍しくステージで私にババアって言ったんですよ超違うんてやったから今日めっちゃ面白い。なんかいつも楽屋であんな感じなんですよ。なんかチホンヌもねピオも楽屋の方が面白いんですよ、あの人たちめっちゃ面白いんですけど、いつもはこうステージとかではもう絶対もうアイドルっていう感じで、二人ともチョンヌもいつもステージの上ではアイドルって感じなんですけどそういつもあの楽屋とかでもおいババーとか言ってくるんですけど、もうババーみたいな感じなんですよ、うーんみたいな感じなんですよ、いつもなんでそんなことしねんなみたいなめっちゃ面白い。でもなんかそういうこと言いながらでも喋り方はこんな感じなんですけど、おいババーみたいな感じなんですけどそう、それをステージで言ったからねびっくりしたの私本当に。チホンヌがおもろすぎて、おいおいって。そうでもいつもあの言い方は可愛いんですよ、いつも柄悪くないんよ喋り方、いつもこんな感じ、うーんなんでそんなこと言うのおいみたいなそうこんな感じです、いつも面白いでしょ。石木マシーさん、くまちゃんありがとう、くま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 、マナトロちゃん、くまちゃんありがとう、くま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 、あ朝ごはんちゃん、くまたわありがとう、くま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 、ありがとうございますよろしくお願いします皆さん博多さんの稽古で口が悪かった、そうかもしれん、そう泣いてた、珍しく口本でバグってたけど笑った。ココはずっと泣いてた、ココはなんかずっと泣きそうって言ってた、全然配信しないと思ってたらショールームのアプリアンインストールして、おいふざけんなふざけんな、おいそれはそうありがとうございます、見てくれて、朝ごはんちゃん、くまたわありがとう、くま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 ありがとう
撮るは全然配信しなかった。してたわしてましたけど、今日の写真撮ってますよ、いっぱい。今日は西川優さん誕生日。ああ、そうなん。アメリトロブ何歳になったんだろう。15歳とか16歳ぐらいが、水泳したらショールームはしません。16歳か、若っ。16歳か、めっちゃ若いやん劇場内にカメムシ飛んでてビビった。え、最近めっちゃカメムシ多くないですか。めっちゃ多いんだよ、めちゃめちゃ若いやんけ。そう、カメムシめっちゃ多いのよ最近。なんかこの前玄関の上に、あの外にね、玄関の扉の上にカメムシいて、3日ぐらいずっといたんですよ、同じカメムシが。3日ぐらいずっといて、いなくなったなと思ったら、なんかずっと緑のカメムシだったんですけど、今度はなんか茶色いカメムシになってて、変色したと思ったんですよ。あ、カメムシって変色するんだって思ったら、違う種類のカメムシだった。検索したんですよ、カメムシ変色って調べたら、なんか普通にそういう種類だった。そうなんですよ。でもなんかエレベーターのとこにもいて、あ、カメ、私の部屋が汚いからカメムシがいるわけじゃなくて、あ、今カメムシの季節なんだと思ってそう検索した。そうそう、びっくり山亀さん、くまちゃんありがとう。くま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 、うちの玄関の前にもやっぱみんないる。最近はそういう季節か。一人暮らしで虫本当に、なんか外だったらいいんですよ、外にいる分には。さ、なんか玄関開けて、あの中にいた時がやばいよね。なんかこの前鍵閉めようとしたら、あの穴あるじゃないですか、あのカメラじゃないけどドアについてるさ、覗くやつあるじゃないですか、をのとこにちょうど虫がいて、鍵閉めようと思ったらここにいたんですよ。この距離であの虫見て、もう発狂した。で、私虫触れないから、帽子でパッて、帽子で隠して、そのままシュッて、あのドア開けて外にピュッて出した。そう、無理、本当に無理。なんかそれもなんか緑のカメムシじゃなかったんで、それはなんか足が長い緑の虫だと、何か分かんない、アメンボみたいなやつアメンボじゃないけど、そう、カメムシ緑、カメムシは緑と茶色がおるんよ最近。カメムシ、この前は茶色だった。テントウムシでも、なんかテントウムシは大丈夫だったんですよ。けどなんかあのイモースで滝修行行った時にね、なんか滝修行行った先になんかテントウムシのさ反対バージョンあったんですよ。なんかさ、テントウムシって赤色ベースに黒い点々がついてるじゃないですか。じゃなくてね、テントウムシの黒色ベースに赤い点々がついてるテントウムシが、あれテントウムシなんか分かんないんですけど、とりあえずそういうやつがもう大量発生してたんで、あ、なんか思い出したらゾワゾワしてきた。大量発生してたんですよ、あのその滝修行行った先に。もうめっちゃ気持ち悪くて、それが私、まず集合体が無理なんですよ。もうめっちゃ気持ち悪くて、本当にってなって、そっから無理ですね。テントウムシもちょっと虫全般苦手で、まだカメムシとかは飛ばないからいいんですよ、まあ、飛ぶカメムシもいると思うんですけど、まあ、飛ばんかったら問題ないの、虫とかもなんか飛ばない虫はいいんですよ。だから雲とか全然平気なんですよ、まあ、飛ぶ虫が嫌なんで私。だからもう飛ばない虫ならまだ大丈夫。G は、G 飛ぶんですよたまに。でも G はまだ会ったことないですね、部屋で。気温が高いと大量発生する。でも今寒いのにね、なんでやろう。そう、 G は飛ぶ、でも最近見ないから大丈夫。そう、虫は無理。カメムシはね飛ぶよ
私高校生の時にあの歩いてたらカメムシ飛んできて耳に入ったんですよ、ここにスポって、こうイヤホンみたいな、本当にこんな感じでスポって入ったんですよカメムシが。もうわーってなって、もうここのカーディガン着てて、その時もうカーディガンめっちゃ臭くなったもん、ハッてやったからほんまにめっちゃ衝撃、その時も発狂したなんでカメムシ耳に入ったんだろうね、あの時冬だった、でもあの時はカーディガン着てた、寒かった、衝撃ですね。うん、そんなこともありました。やっぱり自由に行けなかった、いやどっちも無理や、うん、話せなくてよかった、いやほんとそれ。あ、じゅんさん、くまちゃんありがとう、くま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 、あ、ぽんさんラストチャットで形、あらありがとう、くまたんありがとうね。トムさん、ポンさん、クマとありがとうロブです、クマ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 、ありがとう、猫みたいなクマかわいちでしょ、かわちいでしょ、うん、ちーちゃん、ちーちゃんってどんなた、人気生どこがいたの、嘘、どこどこ、ドルさんのことはきっかけアイドル諦めることをやめました、明日って頑張ります、大好き、嬉しい、ありがとう、どの子や何ちゃんですかありがとう、嬉しいですね、そんなこと言ってくれてありがとう、ファイトロブキセイちゃんが104番ちゃん、ありがとう、そうなの、嬉しい、大好きって言ってくれた人は私も大好き、私のこと好きって言ってくれた人は私も好きだから、ありがとう、大好きありがとう、頑張ってね、嬉しいわ、そうやってね言ってもらえると、うん、ちゃんに似てる子、おー知ってる、前夏子さん似てる子知ってる、嬉しい、あ、ホタテ様さん、くまたありがとう、諦めることをやめたらしい、そうね、アイドルはいつかなれるから、まあ今回がね、どんな結果になりましても受け続ければ受かるんですよ、頑張ってください、あれはもう意地で受け、意地やったから、うん、説得力、いやマジで説得力あると思う、私それに関しては死ぬほど受けてるもん、死ぬほどじゃないけど多分全部トータルしたら、本当に全部トータルしたらね、48だったら10回ぐらいだけど、本当に全部トータルしたらマジで10回、うん、100回ぐらいいってるかもしれない、もしかしたらトータルだったら、うん、やっぱ信念を貫くべきですね、ホタテ様じゃん、頑張って。
ハッタテ様ちゃん、クマタワーありがとうです。クマ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 、次は大好き、ありがとう。髪型変え、ありがとう。髪の毛めっちゃ短くなってる。こうやってみたら、かいポリ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 ピオの話をして、ピオの話、ピオの話をして、ピオ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 ちゃんはね、いつもあんな感じです。ピオもほんとさっきも言ったんですけどね、ピオも地方でもやっぱね、あの人たち楽屋が面白いんですよそう、なんかさMC になったらね、いやほんとチャートリーの時 MC マジでさ、ST、あ、ST じゃない、チャートリーの子たちも、うんうんうんみたいな感じなんですけど、あの人たち本当に裏だったらめっちゃ喋って面白いんですよ面白い楽屋芸人、ほんと今日は地方と、地方にはいっぱいなんかロングアゴーって言われたり、ピオちゃんには、ピオちゃんにはいつもお世話になっておりますうん、完全に隠しカメラ、いやもう隠しカメラはつけるいつもぶりっこして、ピオとチホンヌはずっとあの喋り方、裏でもうーん、はいみたいな、面白い本当に トロブはねこのまんまですね、割と、うん、コッコはそれに対して、いやコッコはどんな感じなんだろう、コッコも結構そのまんまですけどねのんちゃんも結構そのまんまですね、コッコは前例なのかな、そうかも、あ、タワー来てる、どうだ、みなみもそのままですね、割とあの MC の時と変わらんかも、のんちゃんも MC の時と変わらん、チホンヌとピオは MC の時よりぐらいの方が話すうん、しるちゃん、しるちゃん猫タワーありがとう、まあいい意味でね、いい意味でよくしゃよくしゃべる今日めっちゃうざかった、でもテンションが、セシフォンで今日やばかったんですよマジで、メイクしてる時ずっと喋ってたもん、うるさいって言ったもん私、うるさいチョンだって言ったシルちゃんはまあクマタワーありがとう、クマ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 うるさいって言ったもんだってもうみたいなうるさいってそう、ね、いや上手だって、面白い、本当面白かった、かわいい小春小春さん、くまちありがとう、くま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 、寂しいらしい、でもね、地方のが一番寂しいって言ってくれてる私にうん寂しいってずっと言ってるから、嬉しい私は一番言ってる気がする、一番聞こえて聞くもん、うん、最近私服選び困ってない、
配信最後じゃないですよ。そうね、今日何食べた？今日はねアイス食べた、さっき公演終わりに。あ、ワイモバイルの CM、 私ワイモバイルの CM めっちゃ好きなんですよね。ワイモバあ、新しい CM や。新しい CM やない、見たことない、初めて見た今のやつ。ワイワイワイモバ、最近ずっとこの CM が好きなんですよ。歌ってる、ずっとお香とか見て、そう、お香とかついてるけど見てない。しゅうかゆうさんか、それな、めっちゃ可愛い、あのフェイスになりたいです。福山のカープダンスさん、くまちゃんありがとう、あんくまたありがとう、くま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 、吉岡由香さん M ステ、え、なんでなんで、あ、なんかインスタで見た、 M ステ出るのかなって思ってたんですよ。そういえば M ステ、なんで歌ったんですか。あ、ポンタさん、くまちゃんありがとう、くまくまくま、ゲスト、あ、そうなんだ、かわいい、本当に。シンナリンゴさんの、曲紹介、そうなんや。パルさんの写真集買います、もち。もち。のカブダシさん、カバタありがとうブー、コマ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 、ショールーム参加したかった、遊びに来ないわ、ショールームしに。広島にカモン。時々 SNS 登場しますね。ビッシュさん見てない、喘息持ちじゃないんですよ。最近ちょっと喉がね、調子が悪くて。うん。ちょっとインスタをね、投稿する。ひらがな投稿になるかも、でも。今日揺れてた。今日揺れてた。それな、めっちゃ揺れてたよね。時々、あ、違う、メンバーのね、みちとかちほんなとかコッコのSNS 登場してねって言ってたから、で時々登場しますねっていう話。加湿器持ってるんですけどね、なんかもう昔に使ったやつだから、なんか汚いんですよ。うん、じゃあちょっとそろそろ終わろうと思います。前の喉がちょっと死にそうなので、はい、英語で投稿、え、きつすぎ。キーボード設定しても直らん、そう、直んないのよ。ピューティーナちゃん頼みます、任せろ、任せろり、寂しいよ、あんたは会えるやん、友達やからね、私の。タオル干すだけで違う、おー、確かに濡れタオルするわ。ということで皆さん、ちょっとインスタを投稿したいと思います。あ、インスタフォローしてください、ぜひ。今インスタフォローしてないけど見てるよって方、インスタをフォローしてください。私の、そう、目指せ 2万人だったんですけど、あと5日で2万人きつそう。あとね、1200人ぐらいなんですよ。そう。あと1200人なの。今750ぐらい、1000、ん、今日今1万8750ぐらいなんですよ。
か、あと1万1万じゃない、あと1000、あ1万8750だから、あと1200人ぐらいね、だから1250、2万人になったらどうなる、いや特にね、どうなるとかはないんですけど、2万人行きたいなっていう問題。そうだから、ぜひフォローしてください。達成しないと消されちゃうの、いや全然消されないですけど、はい、自分との戦い、そう自分との戦い、庭に行くさ、いやなんかできれば私このまま使いたいんですよ、まあ、使えるか分かんないんですけど、でもね、インスタのフォロワー増やすのマジで大変だ、そう時間がかかる、すごく。やっぱツイッターってすごい拡散力あるじゃないですか、拡散するじゃん、できるけど、インスタマジで拡散力ないんですよ。そうだから、そうそうなのよ。なんかもう、あの滝野と千穂と公式は結構もう いけるっぽくない、なんかあと1000ちょいですよ、それも。そうタグ付けとかね、あれいけそうよね、もうあと1000ちょいって言ってたからいけそう。だから私のもフォローしてくださいついでにだってもうユミコもう5万人ぐらいいるでしょフォロワー。いやーやっぱこういうのがやっぱセンター様すごいですね。私はもう1年以上してるけど1年以上もしてない、今約1年してるのに 1.8 万人、まだ1ヶ月ぐらいしかしてないのにもう 4.4 万、ちょっと何点何万ぐらい、前にもして前にもフォローして、うん、なので皆さんぜひしてください。はい、もうフォローしてください。インスタずっとやってほしい、いや本当インスタずっとしたいなと思ってるんですよ。なのでまあ、まだわかんないんですよね。でも、まあ、そろそろわかると思うんで、またなんか言いますね。インスタとか続けれるそうだったら。なので皆さんこれから私のインスタを拡散してください。やろう。絶対続ける。いや本当続けるようにする。この後も投稿するのでぜひ見てください。よろしく。よろしくね。ではあ、皆さんギフトとかいろいろありがとうございました。では今から投稿するのでひらがなでぜひいいねとコメントも待ってます。フォローもしてください、ぜひよろしくお願いします。では男女を呼びたいと思います。やばい、文字で濡れマスクしてるんですよずっと。でも、うん、13位おっくんさん、12位プレオさん、11位クニュースさん、10位トロ STF さん、9位山亀さん、8位プンタさん、7位ポンさん、6位ニャニャトシさん、5位シルちゃんママ、4位福山のカープダシさん、3位サイちゃんさん、2位ホタテサマーさん、1位朝ごはんちゃんでした。ありがとうロブ。ではまたね、バイバーイ、切ります。3、2、1、バイバーイ、おやすみ。